浮気腹の張りを訴えた米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手が軽傷だったことが分かった。3年ぶりに2試合連続で欠場したオリオールズ戦後、フィル・ネビン監督、52、は、検査の結果、少し炎症が見つかっただけだった。危機は逃れたようだ、と明かし、問題がなければ6日、どうなのか午前10時38分開始、の動線から復帰する可能性を示唆した。大谷翔平は5日の試合中にも出場の意向を伝えるなど、強い意欲を示した。翔平なら、試合終了直後に帰ったよ。クラブハウスの入り口で警備を務める女性が明かした。3年ぶりに2試合連続で欠場した大谷翔平は6日の復帰に備え、1番に休場を後にした。検査の結果、少し右脇腹に炎症が見つかっただけで、怪我のうちには入らないようだ。彼は今日も出場を希望したが、もう1日必要だと判断した。明日の出場は彼が球場に来た時の状態で判断する。延長10回に4対5で敗戦後、ネビン監督が大谷翔平の症状を公表した。大谷翔平は前日4日の打撃練習中に右脇腹を痛め、指揮官はかなり痛みがあると負傷者リスト入りの可能性を示唆。右肘の靭帯損傷で今季残りの登板なしが決まる中、打者としても今季終了の可能性が浮上していたが、危機は逃れたようだ、と大事に至らなかったことを強調した。6日に再び検査を行い、問題がなければ同日から復帰する可能性を示唆した。明日彼がどう感じるか。大丈夫と感じ、すべてのテストをパスすれば、出場の判断をする。当日の状態次第だが、3試合ぶりに打席に立つことが濃厚だ。試合を通じて大谷翔平の姿はベンチになかったが、試合出場への強い意欲を示していた。試合前に、彼は今日の試合に出たいと言ったが、私がさせなかった、とネビン監督。検査結果の出た8回のエグン攻撃中には、水原通訳が三塁側ダッグアウトでネビン監督に大谷翔平からの伝言を届けた。あれは翔平がまだプレーを従っていると伝えに来た。ただ、今日はやめておいた方がいいと思った、と起用しない方針を返答した。代打でもいいから出場したい。出場意欲が強いからこそ、試合後は次戦に気持ちを向け、他の選手がシャワーを浴びている時間帯に帰途に着いた。次戦の先には日本選手初の本塁打王がある。44本塁打はオルソン、ブレーブスに抜かれたが、ア・リーグではロベルト、ホワイトソックスに9本差しをつけてトップ。95打点はリーグ3位で、1位のガルシア、レンジャーズまで5差と2冠のチャンスを残している。チームは5連敗で借金は今季ワーストの11に増えた。各リーグで地区優勝した3チームの他に、地区2位以下で勝率上位の3チームが出場できるワイルドカード圏内まで13ゲーム差と絶望的だ。ただ目の前の打席に打ち、勝負に勝ちたい。右肘の治療方針にも注目が集まる中、大谷翔平は強い思いで出場を望んでいる。影武者登場、大谷翔平の影武者が現れた。この日はチームの集合写真の撮影日で、試合前には全選手がホーム用の白いユニフォーム姿で外野に集合した。しかし、大谷翔平は右脇腹の治療や検査などで不参加だったため、球団スタッフが背番号17を着用して撮影に臨んだ。写真は後日、ビアン部分を合成して仕上げるという。大谷翔平、故障のいきさつ。8月23日レッズとのダブルヘッダー第1試合に先発登板したが、2回途中で緊急降板。右肘内側側副靭帯の損傷と診断され、残り試合は登板しないことが決まった。同26日ミナシアン GM は同3日のマリナーズ戦後に球団側が提案した MRI 検査を大谷翔平側が断っていたこと、2018年に手術を受けた部位と異なることを明かした。9月3日 USA Today 電子版が関係者の話として大谷翔平が10日以内に打者としても今季を終えて右肘の手術を受ける可能性があると伝えた。同4日オリオールズ戦前の打撃練習で右脇腹を痛めて急遽スタメンを外れ、右肘の負傷後初めて試合を欠場。
試合前には代理人のバレロ氏が右肘について何らかの治療行為は不可避として、それがいつどのようなものになるか情報を集めていると話した。大谷翔平の右肘ハイブリッド手術が有力化、21年前検も受け、トミー・ジョン手術より強化、米メディア報じる。右肘靭帯の損傷が判明している米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手29について、米ウェブメディア、ジアスレチックのローゼンタール記者が5日、日本時間6日、米球界の複数の医療関係者の話から靭帯再建術、トミー・ジョン手術と人工靭帯を含めた、比較的新しいハイブリッド手術を受けるだろう、と報じた。自身2度目となるトミー・ジョン手術以外の選択肢として1ハイブリッド手術、2インターナルブレース内部補助具を使った修復治療、3修復手術があるという。トミー・ジョン手術に人工靭帯を組み合わせたハイブリッド手術はツインズの前田健太投手35が2021年9月1日に受けた。前田は手首の腱に加えてインターナルブレースという人工靭帯を移植、医師からトミー・ジョン手術よりも強化して戻れると説明を受けたという。翌年9月には実戦形式の投球練習を行い、公式戦には今季開幕から復帰している。同記事では別の選択肢として修復手術がある。修復であればリハビリに要するのは9から10ヶ月で、再建の14から16ヶ月と比べると明らかに少ないなどと指摘した。大谷翔平2戦連続スタメン外も明日の出場の可能性についてネビン監督が言及、私は決断を下すことになるだろう。ロサンゼルスエンゼルス4、5ボルチモアオリオールズアットエンゼルススタジアム。エンゼルスの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、オリオールズ戦の先発ラインナップから外れた。試合前、ネビン監督は、昨日よりだいぶ良くなっているようだ。まだいくつか検査を続けている。今日はプレーしない、先発もしないと説明。負傷者リスト入りの可能性についてはまだ検査は続いている、今はそれしか答えられないと語るにとどめた。そして試合後、ネビン監督は全ての検査が終了したことを明かし、少し炎症があるが危険は回避できたと思うと説明した。その上で、明日彼がどう感じているか見てみよう、もし彼が来て、いい感じだと言ったら、彼がテストに合格したら、私は決断を下すことになるだろう。明日の状態次第では試合出場もあり得ると説明した。大谷翔平、欠場もまさかの代打志願、野球したい病が重症化、大谷翔平さんみたい病も悪化、SNS でファン複雑心境。スタメンから外れてもやっぱり試合に出たい。9月5日、日本時間6日、上脇腹の張りで自身約2年ぶりに2試合連続で欠場となった大谷翔平投手だが、代打での出場を志願していたと伝えられ、驚きとともに SNS では複雑な心境が入り混じった大きな反響が集まった。同日のゲーム中、中継では水原一平通訳がエンゼルスのネビン監督と話す様子が見られた。地元 OC レジスター紙エンゼルス版記者のジェフ・フレッチャー氏によると、大谷翔平は打席に立つことを希望していたと伝えられている。この光景と報道を踏まえてファンからは、翔平が試合に出たいと言っていると伝えさせられてたのか、一平さん今日の展開でサプライズ代打はめちゃくちゃ盛り上がっただろうな、などのコメントが寄せられた。試合は6回までエンゼルスが無得点で2点を追う展開、そこから7回に2点、8回に1点を返し逆転に成功したものの、9回表に再逆転され1点差に。そして9回裏に同点に追いつき、延長戦に突入するシーソーゲームの様相。ここで代打、大谷翔平を、というシーンは随所にあった。一方で、やはり、大谷翔平さん、野球したい病が重症化、そして、しっかり休んで体をねぎらってと思いながらも、大谷翔平さんみたい病も悪化の一途をたどる、野球が好きで野球したくてたまらないんだろうね、ちょっと我慢しといて、といった反響も見られ、大谷翔平は見たいけれど休んでほしいファンの複雑な心境が SNS 上を渦巻いた。
今日9月6日、同7日のスタメンはまだ発表されていないが、大谷翔平の動向を多くのファンが固唾を飲んで見守る。